ちらは11月にカット内でお迎えしたエボニースーパークローンです。で、このエボニースーパークローンが根の成長が遅い苗になるんですが、一緒に購入した苗は今はしっかり根付いて、水もぐんぐん吸って我が家の環境に慣れ始めています。このエボニーだけ発酵もなかなかしなくて、ようやく迎えて3ヶ月後やっと3本発根していました。ただエボニー系自体が発根が遅いので、発根し始めたらそのうち根付くだろうと思っていたんですが、暖かくなって春の成長期になっても根の成長スピードは相変わらずゆっくりで、マイペースっぷりを見せてくれていたので、他の苗より注意深く見ていたんですが、どんどん小さくなっていって、この分厚い葉もシワが入り始めてきたので、このまま自然に待っても今ある葉から水分を補給して命に別状はないんですが、この根のペースだとどんどん小さくなっていってしまうなと思ったので、今回は根を成長させる手助けをしようと思います。それともう一つ、同じように発根が遅かったこちらはブレランドという品種なんですが、この苗は春になって根が土をつかむくらい成長してきているので、数量はすごく少量なんですが、ちゃんと水を吸って中心がふっくらしてきているので、このまま自然に任せようと思います。ではとても簡単な方法なんですが、根を成長させる手助けをする方法を今からやろうと思います。で、その方法なんですが、2、3日水につけておくだけです。で、こちらは水差し用の鉢なんですが、なければコップなどに水を入れて、水に根が当たるように苗を置きます。で、なるべく葉に当たらないように2、3日この状態で水を吸わせます。で、外に置くと今の時期はこの水がお湯になってしまうので、室内に置いています。で、こちらが水差しをして3日後の苗になるんですが、どうでしょう、3日でもすぐに目でわかるぐらい効果が出ます。こちらがつけた日で、3日後が右側の画像になります。春の成長期とこの水分で根の成長が早まって、根の成長が遅いエボニー系でも3日つけとけばかなり効果は出ると思います。で、こちらが1週間後の状態なんですが、だいぶ根が成長しているのがわかります。で、このぐらいまで根が成長してくれたら土が絡まりやすくなるので、私は土にこの時点で戻しました。もう一つ、ずっと欲しかった大きいラウイを購入したんですが、こちらもカット苗でお迎えして、ちょっと日に日にペラペラになってきているので、同じように水差しをしました。
で、発根は微妙にしているんですが、成長する苗と根の成長が追いついていないので、同じようにある程度水を吸えるくらい根の成長ができるように手助けをしようと思います。で、今回はぴったりなサイズがなかったので、こちらのプラスチックのカップに水を入れて、根に水が浸かるまで水を入れていきます。で、こちらがつけて4日後の根の成長になります。ラウイはもともと開き気味だったので、4日間だけつけて土に植え付けて、なるべく早めに外に出しました。苗の状態を見て徒長しない日数でやるのをおすすめします。土が絡まる根の長さになったら、なるべく外に出してあげた方がいいかなと思います。それと他にも水差しをすることがあるんですが、購入してすぐに植え付けできないときはこうやって水につけています。で、通常はしばらく放置してても全然問題はないんですが、こういう葉が一枚一枚小さい苗は成長期の今はすぐ枯れ葉になってしまうので、取り急ぎ水につけておくと、まあ、気にせずゆっくり植え付けできるので、枯れ葉になりやすい品種とかを水につけたりしています。ただ室内管理は徒長しやすくなるので、長期間水につけておくことはおすすめできないです。で、この白い根は水差しをしてから生えてきた新しい根になります。なのでそろそろ植え付けてあげようと思います。こちらはまだ根が生えていないかなと思っていたんですが、どちらも葉が迎えた時よりもぷっくりして水を吸っているのが分かったので、この苗も植え付けてあげます。以上が私が根の成長を手助けする方法としてやっている水差しになります。どんどん小さくなってしまっている苗や夏までに根付かせたい方はぜひやってみてください。1週間以内で効果が見れると思います。ただ今の時期は徒長するのも早いので、苗の様子を見つつ、ある程度根が成長したら日光に当てる方を優先した方がいいと思います。